それを吉田監督は全ての強度を上げたということで説明をしているんですが、さあ両チームの選手が入場してきます。グティエレスが一番前に今さん変化してくる。トカチからもう一回大森、大森の左からヘディング左でした。惜しいですね。バーで合わせたセヌマ、いいボールでした、されたと思いますね、はい。まあ、左足いいボール蹴りますね。フリーで受ける青木翔太から竹に通ればチャンスだ。1回当たってセカンドボールは打てませんでした。いいボール入りましたね、青木から、この選手も球際そして走力がありますが、ロングスローどこまで行くか。裏だ、またポストに当たる。まあ、栃木の方はラッキーでしたね。今シゲが触れませんでした。いればというような、まあ、これも武器なんですよね、長いスロー、ロングスローもね。だ一つ弾いて少し球の角度が変わったところ、ここですよね、はいはい。まあ、グティエレスの頭に当たってそこに対して竹が早く反応して、はい、惜しかったですね。セカンドボール黒崎、セヌマ、後ろ佐藤翔いますがファールなし。シゲ大丈夫か、倒れています。中央で受けた西谷、そしてトカチ、トカチコースはあるかどうか。トカチから打ってきた、入った、ディフェンスに当たってコースが変わった。栃木先制点、トカチ58分、今年の栃木 SC 初ゴールは。やっぱ受けてからやっぱりシュートまでのイメージしっかり持ってる選手なので、まあ、思い切って打ったことがやっぱりゴールにつながりましたね。西谷に当たったんですね。西谷に当たったんですか。ファーに行った、ヘディング、キーパー触る、もう一回セカンドボール、さらに森が触ってゴールキックになります。このシーンです、まあ、大外にこう少しこう対空時間長いボールが流れて、まあ、よく触りましたよね、折り返したところ、まあ、サードショーかな。で最後はグティエレス、こういうところが課題なんでしょうね。小暮大輝選手が走って受けようとしたんですが、この選手のスタミナスピードがあります。そしてここで試合終了、1対0、栃木 SC 8年ぶりの開幕戦勝利。